中中とケンチューです。はい、ということで今日もケンチューさんとエーペックスやっていくんですけれども、はい、今日は大事な話をしに来ました。大事な話、前も注意したことはある話なんですけれども、最近また夜中 VTuber っていう名前でエーペックスをやってる人が多くなってきてるんですよね。なるほど。その中には私の名前を使って味方に迷惑かけるような悪いことをする人もいるわけですよ。はいはい。それで勝手に私が悪いことしてるって勘違いして誹謗中傷的なのが来ることも多々あるんですよね。なるほど。なので私と一緒の ID にすることは禁止してるんですけど、最近また多くなってきたので、もう一度注意として同じ名前にするのはやめてほしいなっていうお願いをしに来ました。でもやっぱりやめてほしいって言ってもやってしまう人もいるんじゃないの？そうなんですよね。実際8人ぐらいやってる人を見かけたんですよね。めちゃくちゃ多かった。私もびっくりしましたよ。さっき自分の名前検索かけたら8人出てきましたからね。めちゃくちゃおるな。私そんなめちゃめちゃ上手いわけでもないので、名前語ったところで多分偽物ってバレないんですよね。なるほどね。そうだからお手軽に真似されちゃうんですよ。配信外では夜中の名前を使ってエーペックすることは絶対にないので、もしマッチしたら配信やってるかどうか見て本物か確認してほしいっていう話は前から言ってるんですけど、最近キックっていう新しい配信サイトを始めて、そっちでも配信するようになったんですよね。格闘技かなんか始めたんですか？違います。そっちのキックじゃないです。あ、そっちのキックではないんですね。配信サイトですね。あ、配信サイトでキックっていうのがあるんですね。そうですよ。キックもパンチもないです。そういうことなんですね。そうです。新しい配信のプラットフォームでキックっていうのを始めたんですけど、そっちの方でもね、APEX 配信とかその他いろいろ配信するようになったんですよね。はい。前キックで夜中 VTuber っていう名前で APEX 配信してたんですよ。そしたら野良でマッチした人に偽物とすっごい疑われて、結局 VC つけて本物っていうのは信じてもらったんですけど、 YouTube の他にキックっていう配信サイトでやってることもちゃんと動画として残しておかないと、これ勘違いする人めっちゃおるなと思って、今回はこの動画を撮っております。なるほどね。ここで証拠を残しといたら、これを見て今日はキックなのかな YouTube なのかなって確認してくれるってことだよね。そうなんですよ。でも一番わかりやすいのは Twitter をフォローしてくれて通知を取っといたら生放送したよっていう通知を出すと思うから、そっちの方がわかりやすいですよね。そうですね。一番わかりやすいのは Twitter をフォローしてもらうことですね。私 Twitter の、あ、なんか真横におりました。ケンチューさん。え、敵？敵待ってるけど。急に来た。行きます。急に来た。急に来た。お前は。やばい。やばい。一人。一応。一人ここいる。じゃあ。うわっ。来たー。ごめんなさい。オッケー。あとは泣かせてけー。ナイスー。あとねー。今大事な話してんだよー。バトルは急に来るからな、マジで。降ってきましたからね、上から。マジで喋りながら動画撮るんでめちゃくちゃ難しいから。いや、本当ですよ。そんなことを言ってたらヨナちゃんがもう一回ひっくり返ってしまうんじゃないでしょうか。おー、危ない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 。ちょっと今色々必死すぎて自分の体力見てなかった。絶対ダウンするわと思ったわ今。めっちゃギリでしたね。多分 0.00001 秒差でしたよ。そんなギリギリやった。そんなギリギリだった。私のこと登録してくれてる人って結構ショートだけ見てるとかっていう人もいるんですよね。なるほど。そうそう。なんでツイッターのフォローって本当にしてくれないんですよ、誰も。ああ、まあツイッター伸ばすのも結構難しいですからね。そうなんですよね。登録者の10分の1もいないんですよね、ツイッターフォロワー。俺も全然いないよ。やっぱそうなりますよね。でも理由があるんよ。何ですか？ツイッターはやっぱり俺の中日記を書くみたいな感じだと思ってるんよ。はい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 。今日何したよとか昔で言うブログみたいな感じですね、うん、はい。 YouTube って言ったら動画を投稿するって感じやんか。そうですね。だから正直 Twitter っていうのは日常のことを発信していくから俺からしたら一切興味ないから。はいはいはい。全然力も入れてないし、別にそれが伸びてなかったとしても YouTube さえ伸びてたら俺はいいと思うよ。まあ確かにね。だから好きな人だけがフォローしてくれたらいいんじゃないかなと俺は思ってるから、そんな伸びてなくてもいいんじゃない？まあ俺はそう思うけど。Twitter ってなんか書くことなくないですか？何にもない。思いますよね。うちもずっと最近配信開始しました、配信開始しました、配信開始しましたしかツイートしてなくって、業者が運営してる Twitter みたいになってるんですよね。いや俺もそうやと思うよ。多分あれは自分のことが好きな人がやったらいいアプリかもしれないね。そういうこと。だってなんかね、何々食べたよとかお腹空いたな、眠いなぐらいしか感情ないですもん、いつも。あ、できますね。
当ててる当ててる。ゴリゴキです。これダウン。ナイス。え、あれ敵？あ、できた。敵敵敵敵。あれ、追いかけます。オッケー。あれ、どこ行った？あれ、キューズだけどな。足落としてるけど。俺はちょっと削ったぞ今。あれ、どこ行った？あれ、どこ行きました？見失いました。そんな逃げれるキャラじゃないけど。いや、隠れてそう、これ。かくれんぼ。かくれんぼ始まってますよ、多分。おったおったおった、こー。あー、おった。今、撃ち合ったらここに隠れるなと思って覗いたらいましたね。まあでもツイッターでね、あんまり自分たちのことを発信してない俺たちだけど、はい、キック配信とかやって自由な配信とかもしていって、裏のヨナちゃんじゃないけどね、ゆるーく遊んでいるヨナちゃんっていうのを見てもらえたら嬉しいかもしれないね。そうですね、キックの方は結構自分の好きなタイミングで好きなやりたいゲームをポーってやってますからね。 YouTube でやるといったらやっぱ仕事感があって疲れちゃうんよ、やっぱり。ちょっとわかりますね。でもキックってだったらちょっとゆるーく遊べるから、うんうんうん、見てくれてる視聴者さんもあったかい人が多いんで、はい、のんびり見てくれる視聴者さんは増えてくれて嬉しいかもしれないですね。そうなんですよね。私あんまりゲーム得意じゃないんで、最近やり始めたゲームとかめっちゃ下手くそなんですよね。なるほどね。 YouTube でやろうと思ったら結構上手くないといけないかなとか、ボコボコにされるだけの配信面白くないよな、大丈夫かなとかって思って YouTube で配信するのためらうんですよ。なるほど。そうなんで、あんまり上手じゃないけど好きなゲームとか結構やってますね。なかなか好きなゲームだけをやっていくってのは難しいことやから、うんうんうん、時間がある限り視聴者さんも楽しんでもらうためにのんびりとゲームできたらいいね。そうですね。なんか打ち合ってんだけど、これラスト舞台やで。え、早っ。上で打ち合ってるから一番やばいところに自分引いたろ。行ったの。俺は一番やばいところに行く。やっはー、こんにちは。あー、何がいる、やばい、おいでおいでおいで、めっちゃローや、一枚ダウン。ナイス。赤アーマーのライフル倒した。ナイスすぎ。自己蘇生で起きるんちゃうこれ。なんか下いますよ、ここ。これなんか2人いますね。これライフラインいた。やっはー。絶対で逃がさない。どこだ。家の中でやってるんじゃない。いますね。あ、待って、なんか上取られる。それは許されない。ここ俺が行ってくる。よし、あ、終わった。うまい。何もしないぞ。大丈夫、ラスト舞台だ。オッケーっす。なんかおるぞ、2人いる、2人。はい、うまい。なんだこいつ、強い。ドンポイントみたいになってる。やばい、めっちゃ、めっちゃロー。オッケー。あー、おやさーい。わー、隙間から撃たれた。おー、無駄なんだよ。どっから覗いてきてんだよ、こいつ。オーマイガー。ちゃんと覗くなら挨拶ぐらいしろよ。本当だよ、今から覗きますって言え。まあ、キック配信したらちゃんとコメントをしてくれた方が嬉しいってことが分かりましたね。そうですね。